皆さんこんにちは、健康読書です。この動画をタップしたあなたは寝なきゃいけないのに眠れない、そう思ってこの動画にたどり着いたのではないでしょうか。そんなあなたの体はきっとストレスにより筋肉が緊張してギチギチに固まってしまっています。すんなりと眠るためには体の緊張が解けリラックスした状態になる必要があります。そこでそんな皆さんのために体をリラックスさせすんなりと眠りにつくための方法を4つご紹介いたします。それらの方法を試しているうちにきっと熟睡しているはずです。どうぞ最後までご覧ください。 1. 眠たげな表情で心を操る。皆さんは表情フィードバック仮説を知っていますか？表情を作ることが感情に影響を与え心の感じ方まで変えてくれるという心理学の仮説のことを言います。これを眠りに応用して自己暗示をかけます。方法はとても簡単です。まず顔の筋肉をリラックスさせまぶたを下げて小さくあくびをして眠たそうな表情を作ります。そうすると疲れて眠いというメッセージを心に送ることができ眠気をいざないます。周囲の人があくびをしているところを思い浮かべるというもう一つの方法もあります。想像だけでも脳内のミラーニューロンが活性化されあくびが出て睡魔をいざなうことが分かっています。 2. ライオンの顔のポーズ。多くの人はストレスによる顎の筋肉の緊張により無意識に歯を食いしばり脳にストレスを与えてしまっています。それによってさらに顔の筋肉が緊張して眠れないということがたびたび生じてしまいます。そんな顔の筋肉の緊張を一瞬で取り除いてくれるのがヨガのライオンの顔のポーズです。方法をご紹介いたします。 1. まず鼻から息を吸います。 2. そして息を吐きながら舌を顎の方に突き出し視線を上げます。これを5回ほど繰り返すと顎が緩み体全体も同じように緩んでいきリラックスした状態を作ることができます。ぜひ試してみてください。 3. チョコレートリラックス法。これはイメージを使ったとても簡単にできる筋肉をリラックスさせる方法です。まずベッドに寝そべったら自分がペタンと広がっているイメージを持ちながら体をリラックスさせます。深く息を吸ったら想像を膨らませていきましょう。まず自分がチョコレートになったイメージをしましょう。チョコレートになった自分が太陽の光にさらされています。じわじわと太陽の光で温められゆっくりとベッドの上で溶けていきます。手足を広げて深呼吸を2回行ってからつま先から足首太ももへと太陽の光で体が下から上に頭まで温められているイメージをします。体がポカポカしてきて緊張が優しくほぐれていくのを感じましょう。ドロドロに溶ける頃にはきっと眠りについているはずです。 4. 眼球エクササイズ。人は眠るとき眼球が自然と20度ほど上向きになるのを知っていましたか？今から行うエクササイズは自然と眠りをいざなう目の状態にしてくれます。まず目を閉じて息を吸い眉間を目指すように眼球を上に向けましょう。そして息を吐きながら眼球を下げます。これを4回繰り返します。すると眠りにつく時の自然な上向き眼球の状態を促してくれます。とても簡単な方法ですのでぜひ試してみましょう。今回は最新科学が証明した睡眠にいいことベスト211という本からすんなり眠りにつく方法を4つご紹介させていただきました。今回参考にした本は非常に参考になる情報ばかりでまた動画にしたいと思います。それでは次回の動画もお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。